テトラブロモビスフェノール A は収素系難燃剤の一種である。市販されているものは黄色を呈するが、純粋なものは白色の個体である。難燃剤としては最も一般的なものの一つである。トブッパはビスフェノール A の収素化により生産される。市販されるトブッパのほとんどは化学式 C15H16X プキソニで表される。 収穫度の異なるもの,のの混合物である。収穫度が高いほど難燃性が高い。ヨーロッパの年間消費量は2004年に6200トンと推定されている。この他の用途として合成樹脂の反応性成分としての利用があり、ビスフェノール A の一部をトブッパに置き換えて難燃性ポリカーボネートを製造するのに使用される。特にプリント基板で使用されるエポキシ樹脂の製造には、 低グレードのトブッパが使用される。トブッパモノマを含むポリカーボネートとも重合体、欧州食品安全機関は2011年12月にトブッパお及びその誘導体への食品の暴露に関する研究を発表した。この研究では、魚介類など海産物から344の食品サンプルを調査した上で欧州連合における 現時点のトぶっぱへの食品の暴露は健康上の懸念を引き起こさないと結論付けた。また、エフサは特に幼児がハウスダストを通じてトぶっぱにさらに暴露しても健康上の懸念が生じる可能性は低いと判断した。トぶっぱが内分泌拡乱物質及び免疫毒性物質である可能性を示唆する複数の研究がある。 内分泌核卵物質としては、エストロゲンとアンドロゲンの両方に干渉する可能性がある。さらに、トブッパはその構造から、甲状腺ホルモンであるチロキシン様物質として作用し、しかも T4 よりも、輸送タンパクであるトランスサイレチンとの結合能が強いため、T4 の活性を阻害する。また、T 細胞における CD25 受容体の発現を、 阻害して活性化を妨げ、ナチュラルキラー細胞の活性を低下させることにより、免疫応答を抑制する可能性がある。トブッパに関する2013年の文献レビューでは、トブッパは内分泌系の障害に関連すると考えられうる悪影響を引き起こさないと結論付けられており、国際的な定義によればトブッパは内分泌拡乱物質とみなされるべきではないとされる。さらに、 母乳類においては、トブッパは、急速に排泄されるため、体内に蓄積される可能性はない。ハウスダストや食事、血清サンプル中に検出される、トブッパの濃度は、非常に、低く、人における、トブッパの1日摂取量は、数難、キログラム体重、日を超えないと推定されている。体重の曝露も、リーチにおける同質無毒性量をはるかに、下回っている。 トブッパはビスフェノール A とトブッパジメチルエーテルに分解するが、ゼブラフィッシュでの実験では、トブッパはビスフェノール A、またはトブッパジメチルエーテルよりも、発生時の毒性が高い可能性があることが示唆、されている。環境中に排出されたトブッパは、水菌、土壌、低質に極低濃度で検出される。また、ゲス予定やハウスダストからも検出される。トブッパは、 460件以上の研究をレビューした EU リスク評価手順に基づいて8年間にわたる評価が行われている。リスクアセスメントの結果は2008年6月に EU 官報に掲載された。リスクアセスメントの結論は欧州委員会のシェア委員会で承認された。トブッパはリーチに登録されている。ROHS による規制について 欧州委員会から委託を受けたコンサルティングファームが検討を行っていたが、2021年3月2日に最終報告書が公開され、展開用途での TBBPA の ROHS2 の付属書2への修裁を推奨すると結論された。ただし、反応性の用途、特に FR4 プリント基板の素材としての使用は推奨する規制に含まれないとされた。ありがとうございます。